31日木曜日午前11時を回りました。ミスチルタヤガン FM 那覇カルチャンプルーな沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業66年宝楽器店、離れたくても離れられない沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、1足す2足す実足す、うまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎、ラウンジオンザロードの提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住9年の今日も明日もおそらく25歳長谷川美鈴子と浮かれたパーソナリティミスチーです。せーの、ドッヒャー、ありがとうございます。ということで今日もですね、1時間お付き合いいただければと思います。毎週木曜日のコーナー案内いきたいと思います。毎週木曜日は酔うだけではもったいない泡盛の世界、久米八番館4階にあります青森倉庫店長の比嘉さんをお迎えして、今日も、青森について愛をたっぷり語ってもらいたいと思います。そして番組後半は沖江通りよろず相談所となっております。大正や明治時代、昭和初期や中期、当時の新聞や雑誌になった相談を今皆さんにお伝えしたいと思います。こちらも楽しみにしていてください。皆様からのメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはタヤガアットマーク fmnaha.jp、 TAYAGA アットマーク fmnaha.jp。 皆様から愛のあるメッセージお待ちしております。沖縄の海底に数百万年かけて積み上がった貴重な泥だ。この優れた泥で君の頭皮の汚れをキャッチ、さらに沖縄の天然成分で潤い、張り、育毛促進するのが得意なんだ。これで君の傷んだ髪もサラサラだ。まずはトライアルセット1200円からスタート。お求めはあさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ジャンボステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは夜8時から夜中2時まで張り切ってやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変、脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインときめが細かく味に深みのあるランプが決闘ですって。
にくい。もうダメ。二人ともこんがり焼けちゃって。仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースでみんなの旨味を引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい、ジャンボステーキハンズ。では早速最初のコーナーに行きたいと思います。酔うだけではもったいない泡盛の世界。750種類を超える貴重な泡盛に出会えるバー泡盛倉庫。泡盛のストーリーや作り手の表情を伝えることで泡盛に心を宿します。久米八幡館4階にあります泡盛倉庫店長の比嘉浩二さんにご案内いただく今週の泡盛の世界は、比嘉さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。比嘉さん、ちょうど沖江通りが見えるじゃないですか。はい、風強いですね。そうです ね結構皆さん日傘差してるんですけど、日傘がなんか飛んでいきそうな感じですけども、けど暑い。いい流れ。けど暑い。けど暑くてもうね、雨降らないし。だけど どうなりますか、ね、一応だけど週末ちょっと雨降る予定ですよね。今貯水率が 50% 切ってるんですよ。切ってますよね。離島なんかもっとひどいですからね。全体の平均で切ってるだけで。なるほど、そうそうそう、なるほど、はいはい、実はかなり厳しい離島はっていうふうに伺っております。そうですか。これ過去にありますか、 50% 切った。あるはずでありますけど、うん、いわゆるこんなに極端に一気に、ね、降ってないっていうのは私生まれてこの方覚えてませんだよね。それくらい、まあ、いいことではあるんですけど、晴れるってただね、うんうん、でもやっぱりね、お水大事ですよ。そうですよね。この時に育つ作物ってあるじゃないですか、はい、それがね今サトウキビです。特にサトウキビ、あら、でも新聞にも載ってましたけど、はい、南大東島のサトウキビが、はい、もう節水というよりかもう水がないって節水しようにも水がないっていう状態で、もうマジっすか、1ヶ月以上のこの成長の遅れが出ていて、うん、立ち枯れって言っても立ったままもう大地に沿ってて、大地乾燥しちゃってサトウキビが枯れ始めちゃってるって。マジっすか。これサトウキビって来年ですよね、収穫するのって。確か年の初めでしたよね。2月とかですね、まあ、ですね、はい、ということはもう来年の出荷が厳しいっていう感じですね。いやー、まあ、一部ね、そうやって生産量も落ちるかもしれないし、うん、それこそこの味にも影響するかもしれないし。いや本当ですね。いやもったいない、はい、いやですね、本当にね、黒糖とあとはね、うん、ラム酒も作ってますからね、大東島もね。大東島、なるほど。はい、ありがとうございます。ということで比嘉さん、はい、今日もですね皆さんにお伝えしたいことがたくさんあると思いますが、はい、まず最初にですね、比嘉さんのこの久米八幡か4階にあります青森倉庫の、はい、先週から始まったイベントがありますね。あ、はい、梅雨ぶっぱなせ毎回言うよ、ぶっ飛ばせですね梅雨をぶっ飛ばせっていうか暑いけど、はい、そんな暑い中、青森倉庫でやっちゃってるよ。さあ、イベントのタイトルお願いします。はい、スパークリング青森ウィーク。イエーイ、どうしまして、ありがとうございます。スパークリング青森ウィーク、いいですね。はい、そしてまさに、はい、梅雨からして、これから来る夏に向けてですね、はい、沖縄のみならず日本中の皆さんとともにこう爽快な青森の飲み方を一緒に楽しめたらなと思いまして、うん、飲み方提案。はい、飲み方提案、はい、そうですね、炭酸には青森のいろんなご紹介してまして、ちょうど今週は上村酒造さんの代表銘柄暖流、はいはい、暖流、あー、はい、お子ちゃま可愛い。ね、その暖流の暖流、はい、そう30度を炭酸で割って、はい、暖流ハイボール、略して暖ボールですね、はい、ありがとうございます、はい、青森のハイボール割りをハイボールを提案したって言っても過言ではないですよね。そうですね、今までも、うん、もちろん炭酸で割るスタイルは多少なりとあって、うんうん、いろんな言い方があったんですよ、うんうんうん、琉球ハイボールとか、まあ、島ボールとかいろんなあったんですけど、なるほど、けど間違いなあとハイサイボールっていうのもありましたね。ちょっと分かんないです、まあ、ただこれだけ定着してこれだけこう、はい、皆さんが親しみ込めて使ってるのは、まあ、やっぱりもう上村翔さんが、はい、もう常に発信し続けて、またすごくハイボールに合った酒質なんですよね。樽貯蔵の青森を使用しておりますし、優しい、まあ、ウイスキーじゃなくてやっぱり青森の樽貯蔵のハイボールとして、はい、その地位を皆さんに楽しんでもらってるのかなと思います、はい、美味しいですよ。あとやっぱりネーミングですね、はい、ダンボールってネーミングがすごく大きいと思います。なぜこのダンボールとネーミングが生まれたのか、うん、これ実は倉本さん初じゃなかったんですね。そうなんですか。実は、ま、倉本さんがお客さんとの距離が近くてよくいろんな交流している、はい、そういうところから生まれたネーミングで、はいはいはい、これ喋っちゃうとまた少し長くなっちゃうので、なるほどなるほどこれはいつかですね、ちょうどまた、はい、また逆に言うと明日上村指導の専務、はい、もう有名な方なんですけど、うん、中里林専務が、うん、なんと
6時オープンからですね立ってくださって、はい、うん、青森倉庫一部乗っ取ってくれますので、はいはいはい、明日ですね、はい、6時から多分10時ぐらいまでかな、はい、乗っ取ってくださって、まさにより深い上村酒造のお話、暖流ハイボール、はい、段ボールについてのお話などですね、まあ、一緒に繰り広げることができますので、はいはい、ぜひ上村酒造ファン、青森ファン、そして林さんファンですね、そうですね、はい、お越しいただければなと思います。はい、ありがとうございます。スパークリングウィークということで、今週は上村酒造さん、はい、で、暖流の段ボール特集、はい、で明日が、林さん、そうです、あの専務の中里林専務が、はいはい、もう6時からスタンバイしておりますので。中里林専務って名前ですか？あ、そうなんですよ。よく林さんって、はい、行ったりもするので、そうすると皆さん苗字の林だと思われると思うんですけど、はい、いや、中里、林さん、すみません、中里林専務ですね。林ってどういう字ですか？林さんの迅速の陣にありますよね、はい、に志で林、ああ、なるほど、はい、はいはいはい、あれで林さんと言います。林専務ですね、はい、あ、はい、ぜひ名前からしてもお会いしたいです。あ、ぜひぜひぜひ、ね、あのお話もすごく面白かったので、ぜひ、はい、あのいつかこちらで一緒にお話、あ、ぜひお願いします。はい、お願いします。明日も6時からいらっしゃるって、はい、6時からラスト、うん、あ、10時ぐらいまでかなって、まあ、見ていらっしゃるので、はいはいはい、日賀さん、これは今回のスパークリングウィークは、はい、予約とかは大丈夫なんですか、この飛び込み、まあ、やはり、うん、初めてのお客様は事前のご予約を、はい、まあ、会員制でありますので、お試しであのお店の空き状況でご案内はしてはおりますが、やっぱりそれは、うんうん、まあ、やっぱり会員様もいらっしゃいますし、また会員様もやっぱりご予約をお願いしておりますので、はい、ちゃんとお話しする時間も設けたいですし、ごもっともですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。そうですね、で連絡先は後ほどまた紹介したいと思います。ありがとうございます、はい、ということで今週、先週から始まりました青森倉庫ではスパークリングウィークということで、今週は上村酒造の、暖流で段ボール特集を組んでいるということで、そして明日は、上村酒造さんから中里林専務が出演になるということで、はい、ありがとうございます。そしてですね、来週の告知もお願いしたいんですけども、あ、はい、ぜひ、はい、来週もお願いします。来週がですね、はい、瑞泉酒造さんの、おお、はい、もしかして レガーレ、レガーレやったー、大好きな、私の大好きなレガーレ、スパークリング青森、まあ、リキュールというジャンルにはなるんですけど、はいはい、そうなんですよ、いわゆるもうコルクがポンと飛んで素晴らしいです、で、はい、華やかなパッションフルーツの香りと爽快な飲み心地、はい、そうなんですね、まさにあの1杯目にすごく適した沖縄青森からこれも生まれたお酒ですので、はい、瑞泉酒造さんがもう発売して約1年になりますけど、あっという間に、うん、ぜひまた今年もですね、あのまたお祝いの時期とかプレゼントとかで、まさにこうやって身近に飲んでもらえたらなと思いまして、はい、来週からは瑞泉酒造さんのレガーレ、はい、スパークリング青森リキュールレガーレの1週間あの楽しむイベントをさせてもらいます、はい、すみません、ちょっと今疑問に思ったんですけど、はい、レガーレのリキュールってことはボトルの大きさって720、あのポンって開けるんですよね、はい、大きさどのくらいですか？あ、720もあれば、300、あのミニハーフサイズもあるので、ハーフサイズもあります、はい、これはリキュールってことはそのまま飲むんではなく割って飲む、あのリキュールってなんか甘くてなんか割って飲むイメージあるんですけど、あれはあくまでも酒税法の問題で、はい、リキュールというジャンルなだけです。リキュールの定義がありまして、はい、うんうん、エキス分何パーセントとかこれぐらいの度数までに当てはめてリキュールですよってなるので、うんうん、基本的にはいわゆるお酒だけ、泡盛とか焼酎とか日本酒だけじゃなくて、それにプラスアルファ何かを 2% 以上添加したときに、はい、出てがリキュールという表記になります、はいはい、なので、はい、まあ別にリキュールだからって言ってそのまま飲めないわけじゃないですし、まさにあのレガーレにはパッションフルーツのエッセンスとか少しあの加糖して甘みとかも調整したりするので、うんうんうん、まさに一つだけの青森じゃなくてプラスいくつか入ってくるのでリキュールというジャンルになるんですね。ちなみにレガーレは何パーセントなんですか？ああ、パッと出てこないのが怖いな。 8% ぐらいかな8%ぐらい大丈夫かな、すいません 8% ぐらい、すいません、はい、とんでもとんでもです、後でちゃんと調べておきます、はい、ありがとうございます。なんか私今前回、うん、この番組のコーナーで、あれなんだ、ジン飲んだじゃないですか、はい、ジンを私購入したんですよ、あの日数分に、いやいや、もちろんです、よく出ます、あ、すごく出ます、あのやっぱりボトルが目立つので、ね、あと私勧めちゃうんですよあの好きだからやっぱり勧めたくなるんですよね、うん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 、で勧めると皆さん飲んでくれて、やっぱりあの見ながらっていうのと、あと沖縄の酒造所なので、はい、皆さんなんかちょっと味を違く感じてくれるみたいで、特に観光客の方とかがすごく喜んで飲んでくれて、いいですね、もうすごく嬉しいですね。よかった、提案しやすいし美味しいですよね、うんうん、そうなんです、また味もしっかりしてて、うん、
まあ、ジントニックとか炭酸だけで割るとかって結構シンプルな提案ですごく美味しく出会えるので、そうそうそう、はい、ありがとうございます。なのでね、今のこのレガーレも、はい、ちょっとこのリキュールでポンって開ける形でなるんだったら、うん、そのままでも飲める可能性もある。あ、そのまま飲むんですよ。ハーフです。そのまま飲むんですよね。もちろんこれはいわゆる普通のスパークリングワインとかを楽しむようにそのまま飲めるんです。っていうかそのまま飲みます。そうですよね。あの要は段ボールみたいに炭酸で割らないってことですよね。そう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 いうことです。ちょっと待ってください。これ欲しい早いハーフサイズが欲しいです。あのお店によくあれじゃないですか、アイスペールじゃなくて何でしたっけ、ちょっとこのシャンパンとかを入れる、はい、ありますありますよね、はい、あれのちょっと大きめのやつにレガーレのハーフサイズを、うん、ミニボトルを刺して氷入れて刺して、ちょっと夏なのでお客さんにそれで出したいですね。おしゃれ、うん、全然ありますよ。あのネットショップとかでも確か買えますし、はい、ハーフサイズが375かな、はい、あのそういう、はい、でこれもちゃんとポンと飛んで楽しめて、はいはいはい、そうえちょっと欲しいです。全然グラスでもあのちゃんとセンシれば、はい、グラスでもちゃんと楽しめるはずですし、はい、これはレガーレすごく楽しいお酒ですよ。はい、わかりました。ちょっとこれはいちょっとお店に入れてみたいと思います、はい、ぜひいつもありがとうございます。本当にもいえいえ、来週、久米八幡か4階にあります青森倉庫の来週のイベントが、スパークリングウィークとなっておりまして、来週が純選酒造さんから出してますレガーレ、はい、これはスパークリングワインですね、リキュールとなっておりますが、はい、アルコール度数が 11%、 11% 月間1000本限定お、はい、まあ、どうしても詰める、うん、あの炭酸ガスを落ち着けたりとか、はいはい、こうしっかり詰める充填作業とかも、はい、やっぱり専用のロットで機械があるので時間かかっちゃうんですよね、はい、なんであのそんなに多くは流通しないんですけど、はい、まあ、けど定期的にしっかりと、まあ、1000本ずつ販売できているので、はいはい、沖縄県内でもあとネット使えば全然今チパッとネット見ても出てくるので、はいはい、うん、ぜひ仕入れてみてはいかがでしょうか。そうですね、はい、ぜひちょっと口にしてみたいと思います。私今ちょっとネットで調べてみたんですけども、これがまたパッケージが可愛いじゃないですか。そうなんですね。いやもうミッシーさんレガーレ大好きですよね。前回そう好きですなんかもう、うん、もう大好き感が伝わって、いや嬉しいですねそうやってかわいい。本当にもうこのゴールドの色でこのキャップの部分がこの巻かれてまして、下がこれお花ですよね。そうですそうです。ボトルのがお花ブルーとか赤で、すごいかわいいですね、うんうん、これ女子が喜ぶタイプのやつだ。はいはい、わかりました。間違いないです、はい、ミッシーさんがそう言ってくださるならもわー嬉しいわ、ありがとうございます本当に。でね、これさ随選酒造さんから、はい、6月21日よりって書いてあるんですけど、これは何ですか。レガーレとはイタリア語で唯一つながりを意味します、はい、月間出荷量が1000本となり、これ6月21日あこれ2017年ってことですよ、うん、昨年失礼しました。これいわゆるそのちょうど昨年の、はい、まあ、もうそろそろまさに1年なんです発売して、ごめんなさい本当に本当に失礼しました。何かあるかそうそう発売してそろそろ1年、はい、なので、うん、まさに2017年の6月21日にレガーレで皆さん乾杯してくれると、はい、誕生日祝ってもらえると嬉しいですね。なるほどなるほど、さすがですね、持ってき方がうまいでございます。いやいやありがとうございます日賀さん。はい、ありがとうございます。ツイキャスからコメント来ております。シュプリームさんお久しぶりです、ミスチーさん日賀さんこんにちは。日賀さん、ほろ酔い落語会が好評で第2回の開催も決まり、おめでとうございます。よく知ってるね。ねえ、本当にもうありがとうございます。あれかな、先週の金曜日に聞いたん、あれでも先週だよねやったのね。はい、ほろ酔い落語会は、土曜日に開催しました。先週の土曜日にやって明日ありますよって開催しました、ね、よく知ってますね。ありがたいですね。さすがでございますね。ありがとうございます。東京の方なのでね、あ、はい、またね東京であのエイサー祭りもありますからね、その時に日賀さんにお会いできると思いますので、シュプリームさんぜひ行ってみてください。ということで、青森倉庫の、今週と来週のスパークリングウィークの、告知でございました。はい、さてもう一つ6月に、はい、こちらも何かイベントがあると伺ったんですけども、はい、はい、まあ、これまあその大きなイベントじゃないんですけど、うん、もしあの6月17日の日曜日ですね、はい、宮古島にいる方、宮古島在住の方とか出張で行ってるよとか、はい、ぜひ、あ、まだちょうど予定ないなっていう方ですね、うんうんうん、宮古島に集合しませんかと、はい、前も一回お話させてもらったんですけど、今宮古島の廃業した千代泉酒造さん、はい、新聞にも載ってましたね、はい、北部あの宮古島の北の方にある狩俣という集落にあったあの小さな蔵元さんの青森をあの全てですねあの買い取らせていただきまして、はい、素晴らしいです。この青森のプロモーション活動をさせてもらってます、でその中でやっぱ地域の皆さんと理解と交流を得ながらこう発信していきたいなと思ってますので、その一番の場所なんですね、あの海人祭
お祭りがあるんで地域での、はいはい、で宮古島各集落で、うん、あのお祭りがあってやっぱりそのハーリーをこぐ、うん、ハーリー漕いで競い合うわけですけど、うんうんうん、で一緒にハーリー漕ぎませんかという話なんです、はいはい、ありがたいことに自治会の皆さんから一緒にハーリー漕いだらいいじゃないかとで、ね、宣伝こういうことやってるんだって言ったらいいじゃないかってお話ありまして、うんうん、なんでそのプロジェクトチームとで、まあ、宮古島に向かうんですけど、うんうん、ちょうどハーリー10名乗れるので、はいはい、みちさんいかがですか、ちょっとまだ席が空いてるんです。10名ぐらいないとやっぱりしっかり焦げないので。そうですよね。6月の17日、はい、私ですね6月17日、はい、にぎわい広場で行われます晴れの日酒場のカラオケ大会に出ますので。なるほど、じゃあ応援よろしくお願いします。わかります。声が届くと嬉しいです。何時からですか、ハーリーは。9時からなんです。なんでこれ実は前入りしないといけないんですよ。そう、あ、そっか、前日から。そうそうそう。なのでそのハーリー漕ぐ方は参りしていただいて、一緒に夜飲んで、いいですね、朝一番で一緒に西の浜っていう、うん、あの浜もとても素敵な砂浜に行って、そこでハーリーをこう漕いで、うん、で競い合って、千代泉こうなんですよって、あとはその時にあのボトリングした千代泉をお持ちしますので、うん、で競争をして、はいはい、で大事なのは大体夕方からまた皆さん、それが朝のイベント で夕方から皆さんまた集会所に集まって、うん、ワイワイ宴会するんですね。うん、でそこで交流会とまた千代泉のお話、まあ、みんなで乾杯できたらいいなってことで、そういうちょっと地域の人たちの交流会兼ねた、はい、ですね、海人祭、宮古島の海人祭に参加させていただきます、うんうん、なのでぜひ、ま、もしですね宮古島にたまたまいらっしゃる方とか、うんうん、今宮古島在住の方、友人とかにですね、もしお時間あればぜひですね一緒に漕ぎましょう、ハーリー。はい、そうですね。でこれ毎年続ける予定ですので、ぜひ、まあ、今回のこともちゃんと写真とかにしっかり残して、また、うんうん、Facebook とか SNS で発信させてもらいます。来年の予定をそして押さえてもらえると嬉しいなと思います。そうですね。じゃあこれは毎年もう6月に、そうです、できたら、そうですね、うんうん、できるようにプロジェクトを進めていって、うんうん、そうですね、地域の人たちと交流できたらなと思ってますので、はい、まあ、まずは1回目、しっかりと行ってきます、うん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 、そうですね、はい、ありがとうございます。あともう一つ、宮古島といったら、この、何でしたっけ、お酒、青森の、はい、千代泉、はい、千代泉さんの、何か、あ、はい、そうですね。いやいやいや、すみません、はい、ですね、大事なことで、はい、まあ、そのおかげさまで今少しずつ事業を進めさせてもらっておりますが、はい、ですね、その事業の中で、実はクラウドファンディングで、はいはい、資金を集めさせていただくことにもなっております、はい、うんうん、で、まあ1000万円集める予定でして、うんうん、これはファンド型といいまして、はい、事業成功してまた皆さんに出資したお金をちゃんと返しますよっていう。なるほど。で、もちろん成功してちゃんと返しますよ、はいはい、で、うん、そしてプラスアルファですね、お礼をしますよと、はい、お礼が青森倉庫の商品券であったり、1万円分の商品券であったり、はいはいはい、であとは、まあ、この新しくできる青森をお送りしますよという形で、実はクラウドファンディングが3日前から、始まりまして、はい、発表されまして、うんうん、おかげさまで今250名募集している中で60名ほど先ほど見たら集まってくださってるんですね。ぜひ発信、私の SNS などでも、青森倉庫の SNS でも発信しますので、うん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 、ぜひ見ていただいて応援していただければなと思います、うんうんうん、このクラウドファンディングの千代泉の、はい、例えばじゃあこの青森倉庫の、SNS とかではなく、うん、Google とかこの Yahoo とかで検索するときは何て検索すればいいですかね。千代泉で検索で大丈夫ですかね。そうですね、あとミュージックセキュリティという会社のクラウドファンディングですので、うん、ミュージックセキュリティでその青森とか千代泉って検索していただけると出てくるはずです、うん、はいはいはい、なるほど、はい、千代泉で多分出てくるんじゃないですかね。クラウドファンディングで、ファインディングで調べたら、そうです ね、これが一番分かりやすいかなと思うんですけど、いかがですかね。これは調べながらやっちゃいましょうね、はい、お願いします。千代泉、すみません、それが一番ね分かりやすいのがいいと思うんですけども、と思いますけども、ですね、宮古島にあります千代泉、いかがですか。はいですね、今クラウドファンディングをやっておりまして、はい、新聞、沖縄の新聞にも載ったんですけども、はい、こちらが廃業という形でいいですか。そうですね、廃業してしまいまして、でもやはり皆さんのお声が、ね、すごく届いてますので、ぜひ、また復活してほしいということで。あ、わかりました。クラウドファンディングやってますけども、はい、千代泉、はい、でカタカナでセキュリテ、
セキュリティ、なるほど、セキュリティっていう会社ですので、うん、その強い泉開けてセキュリティですぐトップで出てきますので、なるほど、なるほど、まあ、ぜひあの強い泉、そうですね、セキュリティで、すぐ出てきます。今、はい、60名集まっております。すごいですね、本当にね、うん、はい、いろんなご意見あると思います。ぜひ皆さんのご意見をしっかり受け止めて、うんうん、で一歩一歩ですね、説明と、まあ、青森に愛を込めながらですね、うんうん、発信していけたらいいなと思っております。うんうん、またね、一からの発信っていうのもまた貴重なことだと思いますし、はい、あとこれ皆さんそれに関われるっていうこともね、うんうん、またすごくいいなと思いますのでね、そうですね、ぜひ皆さん、はい、千代泉、またこれで知って、うん、その青森ファンだけではなくてですね、うん、投資家さんの皆さんであったりとか、まだ見ぬ青森ファン、まだ青森王と出会ってない方にも含めて、はい、まあ、届けることができたらなと思って、こういうまさにファンディングしておりますの で、クラウドファンディングしておりますので、うんうん、ぜひぜひ、まあ、一歩ずつ頑張って楽しく進んでいきます。うんうん、そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、日賀さん。ということでですね、前半はですね、日賀さんのこの告知をたくさん私もいただきましたけども、後半というかですね、この後ですね、いつもやっております青森倉庫別館、はい、時をかける倉庫で、はい、先々週、ミッキー、東京からミッキーさんから、リクエストがありました。あ、ライチさんでしたっけ、はい、ライチさんから、リクエストいただきました、皆さん日本で代表するアニメと言いましたら、沖縄でももちろん同じ時間帯でやってますね。毎週日曜日の夕方6時からやっておりますサザエさんの、はい、サザエさん一家をライチさんからリクエストいただきました、はい、ちょっと説明したいと思います。青森倉庫別館時をかける倉庫、このコーナーは時間も空間も次元も超えて著名人、歴史上の偉人、果ては架空のキャラクターにまでおすすめしたい泡盛を青森倉庫店主の日賀さんが提案します。今週はなんとサザエさん一家でお伝えしたいと思います。はい、日賀さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。サザエさん一家は難しいと思うんですけども、ね、日本で一番有名な家族ですね。本当ですよ、誰もが知っているっていういや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 、はい、ちなみにですね、サザエさんはですね、漫画原作からとかトータルしますと1946年から始まりましたのでもう72年すごいですね、やってますね。そしてアニメ化されたのは1969年からですので、うん、もう49年。ということで日賀さん多分来年50周年なんですよ、はい、多分これで何かねイベントとかもやると思うので、すごいですよね、うんうん、はい、そんなサザエさんですけども、今日は日賀さんに、はい、サザエさん一家に飲んでもらいたい泡盛の提案をお願いいたします。はい、承知しました。でまさにサザエさんですね、まあ、一人ずつに飲んでいただくのも考えたんですけど、はい、まあ、まさに皆さん永遠に年を取らないですよね。思ってもです、本当に。ただなんだかんだ、うん、こう少しずつ昭和の雰囲気であるんだけど、うん、なんか中のストーリーとか題材テーマは少しずつの時代に合わせてる感じはあって、そうか、じゃあゆっくり周りは年を取ってるんだなって思ったんです、うん、あ、なるほど、うんうん、でただ年を取らないのは、うん、皆さんの年齢だけでやると、うん、ってことを考えたらあれですよ、はい、あの風景ってまさに東京ですよね、うん、そうです。いやーそうか、ってことはまさにお父さん波平さん、はい、波平さんはまさに1946年の時点で50歳代なんですね。まあ、なるほど、なるほど、まあ、恐ろしいことになっちゃいますけど、恐ろしいですね。で、まあ、あれから70年で、はい、まあ、実際だとまさに120歳ぐらいになってるわけですけど、さすがです、うん、まあ1946年っていうとまさに戦後1年であって、うんうん、でまあ、沖縄で言えば、まあ、アメリカ軍統治下がそれから40年ぐらい続くわけです、うん、はい、でどうやって青森と出会うんだろうなと思ったんです、その当時であれば、うん、出会えないんですよ、うん、まず間違いなく、うん、アメリカ、まあ、一応は琉球に行くことはできたんですけど、うんうん、でなんだけど基本的には本土復帰してから出て行く人がほとんどだろうなとは思います、うんうんうん、ってことはじゃあ本土復帰した後に青森と出会ってもらうにもなんかちょっともったいないなと思うと、うん、あそうか、1946年までが50歳であって、うん、じゃあ1900、まあ、戦争が激化する前とか、うん、1920年代とか、うん、30年代、まあ、30年代20年代とかであればもしかしたら沖縄に旅しているなと、戦前で、でまさに、まあ、勝手ながらの想定で、うん、こうまさに波平さんと船さんが沖縄に旅行に行ってたならば、はいはい、その時で何気なく青森を買ってたんじゃないかと、はい、そういうところで、まあ、ずっとなんとなく部屋の皆さんのお決まりの食卓のテレビとかの片隅に亀があったら嬉しいなって思ったんですね。おー、なるほど。そう、なんでまあその実はどの銘柄とかではないんですけど、はい、
まあ、やっぱりそうやってよく飲んでるわけですよね、はい、浪江さんと増尾さんなんかよく飲んでますよね。よく飲んでますね、はい、でなんかよくお酌してますもんね、はい、いやなんかその風景の中にそれがたまにカラカラとかであったらいいなってなんかすごくこう浮かんだので、そうまあ飲んでもらいたい泡盛というのはやはり亀の古酒で、もしかしたらその沖縄の方たちもそうですし、でもしかしたら沖縄県外でまあ何気なく家に泡盛が置いてあるなっていう皆さんですね、多分それって何十年古酒にでまさに磯野家であれば100年古酒になってるわけですよ。100年超えるそうですね、本当だ。そうなんですよ。なのでまあざっくり言ってもう約そろそろ100、まあ浪平さんが30代ぐらいの時に沖縄に来てくださってるのであれば戦前に、はいはい、そろそろ100年近い古酒になって、はい、やっぱりたまにその一家の団らんの中で日本酒ももちろん飲むでしょうけど、はい、青森をちびりちびりと増尾さんとかと一緒に飲んでる風景があれば、はい、いや嬉しいなと思うし、いつかそれがまたいわゆるまあ永遠に年を取ってませんけど、カツオ君もワカメちゃんもそうですね、はいはい、あとタラちゃんも含めてですね、はい、こう飲んでもらえる時には、彼らが年を取った時には、はい、間違いなく100年以上残し、はいはい、そうですね、まあ年を取らない家族なので、逆に青森だけが年を取っているっていうことを考えたら、うんうん、やっぱり亀の青森がいいなと思いまして、うん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 、やっぱり亀が一貫にすごく合うんですよね、うん、青森って継ぎ足していくことで熟成するお酒ですから、うんうん、常に新酒が入る、うん、一貫のコミュニティと一緒ですよね。まさに増尾さん、あの磯野家と一家と一緒で、うんうん、やっぱり年長さんもいれば赤ちゃんもいて、はい、いろんな社員たちがいるから、はい、成熟して熟成していくっていう形ですので、はいはい、ぜひあの亀の空数できたら、そう磯野家には100年ぐらいの空数があったっていうお話にしてはいかがかなと思いまして、素晴らしいです。本当にカツオ君は確か超小学5年生ですよ ね11歳なので約9年後には20歳になりますので、はい、そうですね。そうすると浪平さんたちも、まあ、60近く、いくつですか、50ジャストでした、53とかだったと思うんですけど、でもちょっと60過ぎぐらいだとして、永遠に年を取らないんですけど、ね、永遠に年を取らないんですけども、もしそう、ちょっと難しいですね。じゃあただ設定的に言えばですね、うんうん、まさに46年で、うん、まあ、54歳なんです、うん、ってことはですよ、じゃあ30代の時に行きました、はいはい、20年前に行きましたってことを考えたら、1926年なんですよ1926年の時にお土産で青森を買っていたならば、はい、まず2026年には100年越しになるわけです そうですね不思議な世界ですけど、不思議な世界では、うん、面白い。でもけど、はい、そう全然なり得るんですよ、うんうんうん、まさにあの時代設定からすれば、まあ、もちろん、まあ、戦争はあって東京も甚大な被害を受けたでしょうが、うんうん、幾重もの波を乗り越えて、もしかしたら日本全国のどこかに何気なく一貫団らんの片隅に青森が忘れ去られてるかもしれないと、うん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 、そう考えた時すごくまあロマンがあるなと思うし、はいはい、ぜひあの、まあ、そのテレビの世界、まあ、漫画やそのアニメの世界のサザエさんですけど、はい、ゆっくりゆっくり時代背景はちょっとだけこう年を取ってるので、うんうん、それ考えると、そういつかまさにあの時代の中で彼らも年を取り始めた瞬間に一気に青森の価値が上がってくるんだろうなと思いまして、一つの銘柄に特定できないぐらい、あのどうしてもあの家族は皆さんファミリー個性が強くて、まあまだ若い子たちもいるので、まあやっぱり亀の青森の方が思いを込めることができるかなと思いまして、ぜひいいですね、はい、さんでなんか、はい、あのその亀、そのサダイさん一家にある亀に、うん、この近所の誰でしたっけ、ノリスケおじさんとか、はい、奥さんの名前何でしたっけ、ノリスケおじさんと、ノリスケおじさん、太鼓さん、太鼓さん、太鼓さんとかと、タラちゃんとかと、うん、あ、イクラちゃんか、はい、一緒に沖縄旅行に最近来るんですよ、うん、その時に青森を買ってきて、でサダイさんのお家にある亀に足してもらうっていう、いいですね、どん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 みんなで近所の人たちが足していくっていう、うんうん、いいですね、いやすごいですよね、うん、これだけ長寿番組ってすごいなと思いますし、本当ですね、もう49年もやってるということで、いや、うん、いやまさにテレビで40、アニメで49年 で、はい、うん、漫画でも、まあ、想像してなくて、まさかその戦後1年でやってる漫画だとは 思わなくて、はい、本当ですね、アニメで言っても実は声優さんも2人ほどずっと変わらず続けてる方がいらっしゃいますよ、ね、ちなみに誰と誰でした、待って、当てていい、はい、2人、タラちゃんとイクラちゃん、おー当たってます、まさかですけど、うん、違う、タラちゃんも当たってます、え、わかった、タマごめんなさい、タマ調べてませんでしたけどタマ調べときますね、はい、タラちゃんと、はい、タラちゃんとマスオさん、いやもう、違う、もう、いわゆる主役です、はい、主役です、サザエさん、はい、ずっと変わらない、サザエさんとタラちゃんは、はい、え、今おいくつぐらいですか、ね、70代ですよね、はい、70、
49年前からすごいですよね。うわすごいな。いや声優さんはずっと年を、まあ、重ねるんですけど、そうですね、あの声色とか雰囲気は変わらずに、うん、声も変わらず、しかも調べたらタラちゃんなんてなんてって言い方失礼ですけど、いわゆるもともとやりたくなかったらしいんです、その声優さん。あそうなんですか。やりたくないけど1年だけって言われて、だけど1年間だけやったんだけど、うん、そしたらもうやめようと思ったんだけど、うんうんうん、そしたらいや私もやってんだからあんたもずっとやりなさいよって言われたのが、うん、タラちゃんの相手。え、イクラちゃん？イクラちゃんの声優さんに私も家やってんだからって言われてずっとやり続けて50年近くで確か御年77歳とかだったかな、はいはい、あのいやびっくりしました。なんだこと。わかりました。それはイクラちゃんとタラちゃんのこの声優さんの話っていうと、要ははいとかしか言わないから、うんうんうん、でやりたくなかったってことですよねなんだけどもイクラちゃんはやってるんだからやりなさいよってことで、うん、セリフがそんなにないんだけどもとかってことですかね。いやなんかねやっぱ年齢も年齢なのにああいう声を出してて、もう声優もうプロ中のプロじゃないですか。そうですよね、うん、いや素晴らしいなと思っちゃいました。なんか調べたら調べた分だけなんか魅力が出てきて、なんかすごく素敵なテーマをいただいたなと思いました。なる、あ、そうですね、ライチさんに感謝ですね、はい、ありがとうございます。ということですね、このコーナーではですね皆さんからの、リクエストをお待ちしております。先々週ですね、リスナーのライチさんからサザエさん一家っていうリクエストをいただきました。ですねここで、ツイキャスからコメント来てます。あーライチさんいたごめんなさい、あーってすいません失礼しました。ありがとうございます。ジュンさん、ラジオの前のオーディエンス、グーテンモルゲン、やっとハングオーバーから復帰した柴田六博士でございます。ハングオーバーって何ですか。ハングオーバーから復帰した復帰したハングオーバーって何でしょうね。あーだめ、出てこないですね。チプリームさん、サザエさんの特番で波平さんとマスオさんが立ち寄ったバーのママがミスチーで、マスターが比嘉さんみたいな場面が見たいと。いいですね。そこで比嘉さんがこの東京のあれは何区でしたかね、サザエさん一家が住んでるところは、あそこの近くの駅前のじゃあバーで、うん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 、いつもこのマスオさんとかが夜、そうですよ ねありますよね、のれんのある、なるほど、うん、そこにじゃあバーをオープンして比嘉さんと私でやりましょうかね、うん、はい、ライチさん、アロハイさんにお引き合いいただきましたありがとうございます。体調崩してらしいですけども気をつけてくださいね本当にも。実写版サザエさんにはミスチーさんをキャスティングをしてほしいです私ちなみに何がいいですかね。サザエさんっていうことじゃなくてですね。あ、私がサザエさんやるんですかあの髪型やるんですか。はい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 、はい、あの髪型ありがとうございます本当にも。誕生石に合わせるっていうのはどうですかってことですけど、何を誕生石に合わせるんですか。あ、彼らの誕生石のテーマとかカラーと、うん、あのそのストーリーがありますよね多分。そういうことじゃないですかね、はい、皆さんの多分誕生日があるので誕生石に合わせて、うん、この誕生石にはこういう泡盛って意味なのかな、うん、あーなるほど、比嘉さん早い回転が。いや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 あでも泡盛よって書いてますね、うんうんうん、ありがとうございます。みんなチャーンとかバーブーとか送ってくれますけどありがとうございます。ということでですね、皆様からのこの次のリクエストをお待ちしております。久々にじゃあ私からリクエストしようかなと思ってるんですけども、私ちょっとですね、はいはい、サザエさん一家が過去にやったのがアニメで、はい、サザエさん一家今回やりましたし、はい、前回はですね、ま、最初の頃にあれやりましたね、クレヨンしんちゃん、しんちゃんもやりましたね、はい、しんちゃん一家もやりました。あと最近ですとドラゴンボールのブルマとかカカロットもやったんですけども、はい、あとは、アンパンマンのドキンちゃんとか食パンマンをやりましたね、はい、ということでね、アニメを日本を代表するアニメ、はい、といったら6時からが、サダイさんなので6時半からちびまる子ちゃんじゃないですか、うん、でちょっとちびまる子ちゃんとサダイさん被るなと思って、なんとなく一家が似てるので、そう考えると過去のアニメ、うん、はい、私が大好きな一番最初にやったアニメってなんだかご存知ですか。テレビが白黒の時代に、へえちょっと待ってください今の反応すごく良かったです。いやあのですね、白黒でした。白黒のアニメです。全く月にこうやって飛んでいく、あ、アトム、アトムです。そうです、あ、なるほど、手塚治虫さん監督が原作の鉄腕アトム、いかがですか。ああ、ぜひぜひ、ね、何博士でしたっけあの人は。あ、もう全然分からない。だからね、私も分からない何でしたっけ皆さん、なんとか
な、芝居太郎博士の何でしたっけ何でしたっけね、お茶の水博士、あ、なるほどなるほど、お茶の水博士とか、まあまあ、アトムなんかね、もちろんロボットなんですけども、うん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 、はい、アトムはいかがですかね、あ、ぜひアトム、はい、鉄腕アトム一家っていうのもさ、しっかりっていうか調べて、はい、はい、アトムくんで、アトムくん周辺にも含めてですね、そうですね、はい、何かいい青森ないかちょっと考えていますね、うん、いやいや、はい、そっかそっか、アトムくんいいですね、アトムですね、ロボットにも乗ってもらえるでしょう、そうですね、うん、あとですね、ジュンさんからリクエスト来てます、満を持してガンダム、あーいいですね、ガンダム世代です、ガンダム世代、いやそれ、まあ、ガンダム世代長いと思うんですけど、私もそうです、初期の初期のものからちゃんと借りて、はい、もう大体ガンダムシリーズはほとんど見直したので、はいはいはい、若い頃ですよ、もう少し、はいはいはい、うん、ハマってゲームもやってましたし、うんうんうん、そうそう、あ、いいですね、ガンダムいいですか、ガンダムもまさに、うん、シリーズのどこに合わせるかっていうのが結構、じゃあファーストが欲しいです、ファーストに了解しました、はい、ファーストでいいですかね、はい、了解しました、ファーストガンダムと、じゃあ今回は、私のリクエストで鉄腕アトムでお願いいたします、はい、他は大丈夫ですかね皆さんまたね、後ほど来週の木曜日までにまたメッセージなども、リクエストお待ちしております、メールアドレスはタイヤーがアットマーク fmnaha.jp tayaga@fmnaha.jp となっております、皆様からのメッセージもお待ちしております、ですね、今ジュンさんからザビ家って入ったんですけど、ザビって何ですか、あ、いや、もうそれはもうガンダムの、はい、ガンダム、あ、なるほど、はい、ザビ家って、まあ、まさに、まあ、その相手国、相手国ですね、いわゆる、そう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 、はい、任せてください、はい、わかりました、ということで、じゃあ比嘉さん来週は鉄腕アトムと、ザビ家、うん、いいですね、ガンダムですね、なんかガンダムって言った人が宇宙に広がっていく感じが、もうアトムもガンダムも宇宙だね、あ、アトムも宇宙だったんですね、そう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 、アトムも最後はほら、隕石かなんとか惑星に飛び込んできますよね、ちゃんと見直しますそうですよ、ありがとうございます、ということで、はい、今日はですね、毎週木曜日は酔うだけではもったいない青森の世界をお送りしています、毎週木曜日の青森倉庫店長の比嘉さんにご案内いただきました、比嘉さん今日もありがとうございました、はい、ありがとうございます、コマーシャルです、最高に良かったね、やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ、私もギター持って歌いたい、マジ？じゃあギター買わないとでしょう、だよね、まずはギター買わないとだよね、とりあえずあそこ見に行ってみる、ああ、あそこね、あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり、離れの名物はみ出るハラミ丼、食べたことある？丼の中に敷き詰められた輝く白いご飯の上にジューシーなハラミが何層にも重なって器からはみ出てるの、それはまるで丼に咲いた椿のよう、ぷっくりとした卵の黄身と熱々ご飯をハラミで包み込んで頬張った時の弾力と柔らかい口当たり、あの味が忘れられないのよ、ねえみんな、離れのはみ出るハラミ丼食べに行かない？問題、1たすには 3? いいえ、1たすにはジスタス、ジスタスは健康、美容、リラクゼーションが楽しめるフィットネスクラブ、那覇、浦添、三里の3店舗であなたの生活に健康を足し算しちゃいましょう、詳しくはジスタスで検索、または098-868-0758までお電話ください、1たす2たすジスタース。次のコーナーに行きたいと思います、毎週木曜日はこのコーナーとなっております、どこ行ったかな、沖江通りよろず相談所、
沖江通りのママことミスチーが大正、明治時代や昭和初期や中期、当時の新聞や雑誌に載った相談を今、時代を超えて勝手に口を挟んでピーチクアパーチクさえずります。今日は2本用意してみました。1つは昭和36年、2号になれば援助すると言われ、もう1つ昭和50年、孫を抱くなら手を消毒しろという嫁。多分ね、どっちか1本しかできないと思うので、時間的に、どっちにしましょうか。私の好きな方でいいですかね。昭和36年2号になれば援助すると言われ、こちらに行きたいと思います。早速聞いてください。私が6歳の時、父が災難を受けて障害者となり、それから15年間母は父に代わって働き通しています。私は中学卒業後すぐ他の土地で家事手伝いをして住み込んでいますが、昨年春ごろから母がだいぶつらいらしい様子を聞いて心を痛めていました。先日母から帰宅してくれとの手紙をもらい、家に帰ったところ、8畳一間の仮屋にすっかり痩せてしまった母と、内職をしている父と、中学1年の弟がわびしく暮らしている様子を見て胸がいっぱいになりました。私一人の力ではどうにもならず、あれこれ思案しているところへ、世話してあげようという人が現れ大変喜んだのですが、その人は私に2号さんになれというのです。そうすれば一家の生活はもちろん、弟を高校にも進学させてやるというのですが、私は従う気になれません。しかし一家の暮らしを見ていると、いっそ世話になって両親や弟を楽にさせようかとも思い、しかしまた心に引っかかるものがあって踏み切りかねています。シュプリームさん、本当ですね。2号って何年ぶりでしょうかね、聞いたのってね。まあ、当時は2号イコール愛人、めかけ、まあ、愛人って言い方でいいのかな。なんかさ、でもさ、シュプリームさん、よく考えて、1号2号ってさ、言い方、数え方おかしくない、女性に対して言ってる言葉だよね。2号さん女性の数え方が2号、5ってなんだよって、よく考えたら。まだ愛人の方がいいわ、分かりやすくて、人だし愛の人だし。5ってなんだよ、5って。まあ、それは置いといて、分かりやすいってことですよね。分かりやすいっていうか、誰考えたのこれ。じゅんさん、服のサイズじゃないですよ、本当にも。ですね、まずですね、2号になると、まあ、愛人になれば援助すると言われたと。おいくつか分からないんですけども、当時、あ、OK です。あー、なるほど、なるほど。6歳の時に、父が障害者となって、それから15年間母に代わって働、あ、違うな。15年間母は父に代わって働き通していたが、帰宅してくれということで、私は中学卒業後、すぐ他の土地で家事手伝いを住み込みでしていると。ということは、6歳から15歳だから21歳ってことですよね。21歳か。21歳のこの長女の子が、昭和36年に21歳ですね。長女の子が帰ってきて、そしたらこのすごく優しい人が、君たちの世話をしてあげようっていうことなんですが、実は、愛人になってくれっていうふうに言われたんですよね、21歳で。なるほど、21歳。多分私思うに、この子は、仕事をずっと、中学卒業してからずっと仕事をしていたので、彼氏らしきものはできていたことがないと思うんですよ。いかがですかね。なのに急に2号さんになれ、まあ、いわゆる愛人になれと言われてってことですね。21歳で。あれ、そんなことないかな、どんなかな。
一応それなりに人生を謳歌していたのかな。あ、どうだろう。まあそこはでも置いておこうか。置いといて、ですね、世話してくれたら、世話してあげると。で2号さんに、その回2号さんになれ、一家の生活はもちろん弟を高校にも進学、させてくれ と言ってくれますが、従う気になれないと。まあさ、この子のすごいところって、あの一家の暮らしを見ているといっそ世話になって両親や弟を楽にさせようかと思う。 今でこそ愛人さんとか愛人とか2号って自分のためにやる人の方が多いよね。楽をしたいからとか、あのっていうイメージがすごく多いですね。なのでこの一家のために頑張ろうっていうのがすごいと思いますが、でもそういう人ほど後悔がすごいと思うので、ちょっとやめた方がいいと思います。あの自分のためにやる人はいいと思います。自己責任だから、自分が選んでるから。ただ家族のためにって思う人はやめた方がいいと思う。絶対後悔すると思うので。まあでもね、条件的にはいいですよね、純さんね。本当にね、分からなくもないですが、ということで、当時の答えがあります。昭和36年、評論家の戸川さんという方の答えを聞いてください。2号さんになることは、どんな悲惨な状態にあろうともおやめになってください。今のあなたの気持ちの中には、家族のため犠牲になってもいい、犠牲になってもというお考えがあるかもしれませんが、それは本当の意味での犠牲ではありません。人の弱みにつけ込んで世話しようという男性は、後々何を言い出すか分かったものではないと思います。そこでそちらはきっぱり断るとして、これからの一家の経済をどうしたらいいかということになりますが、まず福祉事務所へいらして、ありのままの事情をおっしゃり、相談に乗っておもらない、おもらいなさいませ。弟さんの高校進学も、働きながら定時制に通う道もありますから、今はただみんなが力を合わせて苦しいでしょうが、なんとか切り抜けてください。確かにあなたが人の世話になれば、当座はみんなが楽になるでしょうが、まもなく弟さんがそれがために精神的に悩むでしょうし、あなたの将来を考えたら、たとえ3度の食事を2度にしてでも頑張った方が、後になって悔やむことがないでしょう。渡る世間に鬼はないとも言いますから、当分つらいのを我慢して一生懸命やってみてください。もし地元の福祉事務所で相談に乗ってもらえなかったら、もう一度はがきでもください。なんとかいい方法を私も考えてみましょう。ライチさん、ベストアンサー、その通りですね。エスプリームさん、女性を物のように扱った時代ならではの相談ですねっていう。あー、なるほどね。そこにつけ込んだってことね。そういうことか。まあ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 、答えですけども、そうですね、悲惨な、どんな悲惨な状態にあろうともおやめになった方が私もいいと思います。私もですね、沖縄に来て9年になりますけども、でお店を独立して2年半に、なりますが、やはりいろいろありましたね。その時に何度も、まあ、いろいろな道を考えたことはありますけども、やはりその一番最低限のこと、まあ、一番最低限というか、いろいろ皆さん考えると思うんですけども、やらなくてよかったっていう、その時って本当にね、どうしようもないんですよ。人の考えって本当にもうどん底に陥ると何を考えるかわからないんですけど、その時にいかに踏ん張れるかですよね。いかに踏ん張って後悔せずにっていうのをすごく思いますので、私は散々思ってきたので、絶対にこの悲惨な状態になったとしてもやめた方が本当にいいと思います。なのでね、しかも自分のためではなく家族のためなのでね、家族のためなんてより一層やめた方がいいと思いますよ。もう本当にごもっともだと思います。この評論家の戸川さんのお答えは素晴らしいご意見でした。私が言うのもなんなんですけども、私もそう思います。
ということでですね、この1本お届けしました今日の沖江通りよろず相談所は昭和36年、愛知県 M 子さんの相談です。2号になれば援助すると言われ、この1本をお届けしました。以上、沖江通りよろず相談所でした。ウェンディングです。今日はですね、毎週木曜日は、番組前半は酔うだけではもったいない青森の世界でした。今日はですね、青森倉庫別館、青森倉庫別館時をかける少女じゃないや時をかける倉庫は、毎週夕方6時からやっております。サダイさん一家の、飲んでもらいたいお酒をお伝えしました。そして来週はですね、鉄腕アトム一家周りの方たち、そして、リクエストがありました、ガンダム、ファーストガンダムですね、こちらを来週お届けしたいと思います。そして番組後半はですね、沖江通りよろず相談所、一歩お届けしました。明日金曜日のゲストさんを紹介したいと思います。明日金曜日はですね、沖江通り沿いにゴールデンウィークにオープンしたばかりの、コーカレーっていうカレー屋さん、カレー食べ放題のお店ですね。毎日7、8種類ぐらいのカレーとプラスですね、パスタもあるんですよ。そのパスタとカレーの、食べ放題のお店が、ゴールデンウィークにオープンしました。そちらの方たちをお迎えして明日1時間お届けしたいと思いますので、楽しみにしていてください。ライチさん、カレーが食べたくなりましたよね。わかります。ということで今日もミスチーでタイヤが1時間お付き合いいただきありがとうございます。また明日この時間、金曜日午前11時にお会いしましょう。またあちゃーやタイ。お疲れ様です。ライチさんも夏バテ気をつけてくださいね。シュプリームさん、今日久しぶりでしたね。ありがとうございます。1時間お付き合いいただいて、こうやってね、毎日皆様に発信していますと、あのシュプリームさんとかからこれポンって来てくれてすごく嬉しいですね。ライチさんもジュンさんもいつも本当にいつもありがとうございます。シュプリームさん大丈夫ですか？今梅雨入りました？そちらは東京は。沖縄はですね、ゴールデンウィークからついに5月の8日からついに入ったんですが、1回も雨が降らずっていう状況なんですよ。あの梅雨に入りましたって言った初日にね、ちょっと雨が降ったぐらいで、それ以降ずっと晴れてるっていう。どうするんですか本当に。もう沖縄県、先ほどね、あの番組の初めに日賀さんとも話もしましたが、本当にサトウキビが全然収穫がもしかしたら来年できないかもしれないということでね、大変なことになってるんですよ。もう縦枯れって言ってましたね。乾いた地面にまっすぐ立った状態で枯れてると、もう断水状態って言ってましたね、島の方はね。特に大東島は大変ですね、本当にね。ということでですね、皆さん明日もよろしくお願いします。ということで、カレーを食べに行きましょう。じゃあ、いや私はもう今日うどん食べようかな。ちょっともうそんな感じで、皆さん今日も1時間お付き合いいただきありがとうございます。また明日よかったら来てくださいね。今日はですね、ライチさんでお付き合いいただきましてありがとうございます。そしてジュンさんもありがとうございます。そしてシュプリームさんでお付き合いありがとうございます。いただきました。シュプリームさんいいんですよ、こうやって毎回来てもらっても。ムッチョさん、ムッチョさんは日賀さんのお友達ですかね。日賀さん、ヤッホーって入ってくれましたけども、ありがとうございます。マーライオンさんの写真がついてますね。あとはですね、ちょいあ、ライチさん体調崩してたってことですけども大丈夫ですか？あ、体調崩してしまった、大丈夫です？エアコンつけっぱなしで寝ちゃったんですかね。私みたいに夏風邪ずっと引きますよ本当にもう。シュプリームさん、梅雨入りは来週の予報、昨日から梅雨空のようです。なるほど、ありがとうございます。ライチさん、また明日ということでありがとうございます。ここでじゃあツイキャス終わりたいと思います。今日も恨みしてお付き合いいただきありがとうございました。さて、ユーストリームの方はもう少し喋りましょうかね。皆さんツイキャスからコメントいただけてとっても嬉しいです、本当にも。ジュンさん、台風一発来れば OK。まあね、大きいのが来ればいいんだけどさ、例えば風だけとかさ、暴風、
暴風雨とか大変よね本当にね。まあ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 水不足っていうのは本当大変でございますよね。ということで今日私は今ね、あ、明日少し話そうかな、高カレーさんの人たちとパレットくもじで北海道物産展やってますね。後で行こうかなと思ってるんですけども、北海道物産展でもね、前回食べたメロンの上に乗ってるソフトクリーム食べかけ、間違えた、食べかけじゃない食べかけってただの食べかけだわ、なんていうんだっけ、よく日賀さんが言ってくれたかけ食べ、かけ食べでしたっけ、違ったな、どう忘れちゃった、何食べだったっけな、つけ食べだ、つけ食べみたいな感じですね。ハーフメロン、メロンを2分の1にカットした上に、ソフトクリームが乗ってるんですよ。これ確か1500円でしたね。これね、前回食べたからもう別に今回食べなくていいんだけど、北海道物産展が来てますので後で行こうかなと思っております。よかったら皆さんも行ってみてください。ほーらー、サイナリ